の86ロータリー田所がスピードは十分だ。こんにちは、ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードです。当チャンネルはビデオオプションの迫力ある走行シーンや面白シーンを切り抜いています。いろんなテーマ、いろんな切り口で日々動画を投稿していますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また投稿者の X、旧 Twitter もよろしくお願いします。さて今回は新旧ロータリー86を紹介します。これぞまさに夢とロマンの結晶、魔改造上等。漫画に出てきそうなそのパッケージング、本当に売っていたら間違いなく買っていたであろうマシン、それがロータリー86。それでは早速ご覧いただきましょう。どうぞ。どういう走りを見せるのかどうか、田所よしふみ。86ロータリーターボ、サイドブレーキは使いません。蹴りで飛び込んできます。来た、ものすごい勢いで来たぞ。さあこれはどうだ、これはどうだ、なんとか持ちこたえた、持ちこたえた田所よしふみ。ロータリーターボ86、どうでしょうか、どういう得点が入るかどうか。いや、かっこよかったよ。さあ田所よしふみです。13番の絶景をつける。来た、どうだ、いったすごいスピード感。スピードは速いですね。角度をついてました。完璧ですね。田所よしふみ、この D1 チャンピオンズに選ばれたことが本当に嬉しいと言っていた四国を代表するトリクター、この86ロータリー田所がスピードは十分だ。さあギリギリ来たぞ、ギリギリ来たぞ。お台場は得意としてるこの田所、インカット、インカット、3コーナー、そして振り返しの4コーナー、追いかけ立て上がっていく。しかし見せるものは持っている。田所さんどうでしょう、ありますか。心を攻めモードで来てますよね。ドリフト大事ですよね。大事ですね。まずは D1 では希少車種、四国の暴れん坊田所が狩る AE86。 パワーウォーズが激化する D1 で戦うため、エンジンは3ローターに乗せ替えられ540馬力を発生。純正の面影がほとんどなく、レーシングカー前としたコックピット。タイヤは D1 参戦時と同じくフロント16インチ、リア17インチで挑む。アタッカーは谷口、ハスタイムアタックという田所号でどんな走りを見せるか。いや緊張しますね、なんか無事帰ってくるのかとか、まあ、谷口さんがドライブなんでいいんですけど、車が持つかどうかというところが心配が大きいです。中断はこんないつもドキドキしてるのかなと思ったら、いっぱい迷惑かけとるなと思う。違う意味でいつもはドキドキしとる。3ローターに乗せ替えたことでパワーもレスポンスも十分な領域。しかしブレーキバランスの問題でギアがロックしやすく、加速時にはオーバー傾向が強くて、なかなかアクセルが踏み切れない。タイヤのキャパシティの問題もあり、タイムは1分3秒633となった。タイヤがもうぐにゃぐにゃだから、フロント入れるやりゃいなくなるしっていう、まあ、全然オーバーそうだけど、トラッションももう安定だって、もう逃げていくから。ではベストラップをオンボードでどうぞ。せっかくなので S タイヤも履きたいということで、こちらも初めてとなる S タイヤでのアタック開始。勢いよくコースインした谷口だったが、直後アクシデント発生。おいおい、リトラがめくれ上がっちゃったんぞ。
すぐさまフィットインし、ガムテープでしっかり目張り、気を取り直して再びコース。ドリシャですねちゃんと作らないといけないですね。やっぱスーパーラップの車よくできてると思います。失礼します。初めてのタイムアタックということで、少しでも記録を伸ばしたい田所。その思いを受けて谷口が出した記録は、さすが記録付け鬼に違うなし練習しますわ。やっぱりちょっとすごいね、トラクション側がオーバーステア、まあドリシャです。パワーはすごくあって、あの AE86 ではないね。まあでもね、比較的別にそんなにゲテモノではないです。 V オクトスピード、アメミヤです。今日はね、春菜ロータリーイベントに来ますよ。なんだこれ、トヨタのマークじゃないのよ。山内くんどうなってんのこれ、トヨタのマークロータリービーツですから。ここは何これ、なんでトヨタなの。でもロータリー乗っかってるんで。これ皆さん、オーツァロン出た車ですよ。これは今日はね、アメミヤ賞ですから、あの車の作りはいい作りですね。金かかってるねこれ何に使うの。ドリフトで。なんで86にロータリー乗っけようと思ったの。ロータリーエンジンが好きなんで、新しい車でやってみたくて。金かかってますこれ。いや俺やってないんだけどね。これ見てくださいよこれ、本当お金かかったね。これすごいお金かかってますね。これは1個前の ZN6 っていう86なんですけど、うん、現行の GR86 を外装全部つけました、ね、A ピラーも B ピラーも C ピラーも全部違って、ああ全部張り替えて後ろまで。たまたまこの ZN6 の前のシャーシがあったんで、好きそうだなと思って。素晴らしい出来。アマさん、ちなみに GR86 は乗ったことあるんですか。ないですね。実はこのエンジンはアマさんのとこのサイドポートのエンジンにブリッジを掘ったんですよ。それで 8.5 ローターにイオスコスモの 13mm のインマにつけて、レンスローで。何しろ作りが綺麗。アマさん賞の決め手は何だったんですか。86は気に入らないんだけど、あまりも作りが綺麗はぁ、あ、どうですかアマさん。僕はドルチャが似合わないやっぱあくまで僕はストリートですから。リンクじゃないですか。はい、すごい思った以上に素晴らしい出来ですね。これね、ナンバーついたらね乗ってみたい車ですね